いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はグランドプリンスホテル新高輪の、スロープサイドダイナーザクロのランチビュッフェをご紹介したいと思います。こちらの、ランチビュッフェは以前もご紹介してますが、また少し月をまたいで行ってまいりました。お値段の割に品数が多くて美味しいので、結構気に入っているビュッフェになっていて、何度も利用させていただいています。90分制120分制もあるのですが、ゆっくりしたいので時間無制限のコースで12時から3時半までいられるコースを予約しています。店内はこんな感じになっております。こちらのビュッフェは、お席に案内されますと、最初に、テーブルにこちらのメニューがあって、最初にこちらのシェフからの贈り物が出てきます。ポタージュとアユのサラダとアユのフリットになります。次の、ワゴンサービスというものが冷たいお野菜やポキなどで冷菜になってまして、こちらはワゴンでお席に回ってきてくれるので、そこからオーダーする形になります。そしてお次のオーダービュッフェはお肉、それから焼き野菜やパスタなどになりますが、こちらはテーブルで、オーダーするとテーブルに持ってきてくれる形になってます。そしてお隣行きまして、ビュッフェボードのものはこちら通常のビュッフェのように、用意されてますので、そちらで取ってくる形になります。ものによってはその場で持ってくれるものも結構あります。そして最後デザート、それからジェラート、コーヒー、紅茶は奥の方にデザートスペースがあるので、そちらから持ってくる形になってます。というわけでビュッフェ台を見ていきたいと思います。まずこちら鉄板焼きのコーナーで焼き野菜になってます。焼き野菜の他に厚切りベーコン、ソフトシェルシュリンプ、それからホタテもあります。グリル野菜大好きなんで、もうめっちゃ美味しそうですこれ。そしてそのお隣が煮込み系の料理が並びます。まずはムール貝の白ワイン蒸し、そしてビーフシチュー、お隣がブイヤベースザクロ風味、最後がチキンのトマト煮込みローズマリー風味となります。そしてお隣パンのコーナーになります。ブルサミコホイップバター、それからオリーブオイルが用意されてます。ちょっとパンは今まで到達したことがないですね。こちら鉄板焼きのコーナーになりまして、今の、撮影してるのに気づいてアルミ箔を避けて見えるようにしてくれましたが、牛肉の網焼きとスパイシーチキンになります。お肉の塊が美味しそうです。お次が、こちらパスタのコーナーになっております。こちらはお席でオーダーするものになりますが、ボロネーゼとアリオオーリオが用意されてます。このパスタもね、どっちも美味しくて毎回お気に入りです。こちらバラチラシのコーナーになります。今回はアナゴのバラチラシでした。前回は普通のバラチラシだったので、今回の方が個人的には好きです。その奥にお寿司を握ってくれるコーナーがあります。そしてお隣がローストビーフのコーナーになってます。毎回言いますが、こちらのローストビーフも本当臭みがなくて美味しいので、最高におすすめになってます。しかもめっちゃでかい。こちらも撮影してるって気づいてくれて、なんか皆さん撮影にすごい協力的で、撮りやすいようにしてくださいました。大きくて柔らかくてめっちゃ美味しいローストビーフになってます。次がカレーのコーナーになってまして、牛肉とクコの実入り黒カレー、エビとカリフラワー入り赤カレー、ベジタブルカレー、ココナッツ風味となってます。ご飯とナンをつけることができます。個人的には黒がお気に入りです。でこちらが和のコーナーになってまして、赤米のうどん、そしてすき焼きのコーナーになってます。前回こちらの2つは全く食べなかったので、今回はこちらいただいてみたいと思います。こちらお飲み物のコーナーで、コーヒーと紅茶をここで自分で入れることができます。緑茶、ダージリン、アールグレイ、ペパーミント、それからカモミールティー、下に行きましてアサイーベリー、ダージリン、レモンジンジャー、ルイボス、ウバと、紅茶が並んでおります。さらに下の段がディンブラー、アールグレイ、ローズヒップとハイビスカス、そしてチャイとなってます。この右側が、コーヒー、それからお湯を入れるものになります。続きまして、私のめっちゃ大好きなデザートのコーナーになります。パイナップル、ココナッツ、そしてマンゴー。
お隣がチョコレートとガバハイビスカスになります。そしてまたお隣コナンコーヒーとキウイ、お次がラズベリーとバニラになってます。本当もう見た目も美しくて毎回ねこれ超楽しみ。そして焼き菓子が少しあってオレンジケーキとガレットになってます。でこちらスイーツのコーナー続きまして、フルーツ、ココナッツムース、オペラ、メロンショート、いちごショート、パッションムース、パンナコッタにブルーハワイゼリー、ガバラズベリー、コーヒーゼリー、このコーヒーゼリーも好きです、マンダリンオレンジのゼリーとなってます。このねいちごのショートケーキがなんと今回はこの出てる分で終了してしまって、この後はねなんかなんだっけな、パイナップルだったかな、違う味になってました。ほんとジェラートがお気に入りすぎて、ここのビュッフェだけはジェラートを毎度先に食べております。ジェラートとケーキ持ってきまして、お席でオーダーしました。お寿司も届きました。そして続いてもじゃんじゃん出てきて、シェフからの贈り物のポタンジュとサラダとアユのフリットも届きます。と焼き野菜も届きました。というわけで届きましたの見ていきたいと思います。まずスイーツですが、オペラとコーヒーゼリー、ショートケーキ、マンダリンオレンジのゼリーとフルーツの盛り合わせ、そしてジェラートが、ラズベリーとコナコーヒーとキウイ、そしてバラチラシ、焼き野菜と牛ステーキになってます。お野菜はズッキーニ、ナス、コーン、それからパイナップル、あとホタテも乗ってます。そしてこちらがシェフからの贈り物で、桃のポタージュ、シーザーサラダ、アユのフリットとなってます。お次がお寿司になりまして、前回マグロとイカが美味しかったのでマグロとイカ、それからホタテとサーモンお願いしてます。早速早くも全貌こんな感じでジェラートからいただきたいと思います。こちらキウイのデザート、ジェラートですが、ほんとキウイのねつぶつぶ感と味がねすごい濃厚で美味しい。そしてこちらのラズベリーのシャーベットはね、なんか結構ラズベリーが主張してくる私っていう感じですが、めっちゃ美味しいです。そして奥の粉コーヒー、こちらもコーヒー好きなので大好きです。ニューヨークグリルのコーヒーアイスがなんかと比べるとあっちの方がちょっとビターな感じで、こっちはなんかこうカフェオレみたいなちょっと まろやかなコーヒー味になってます。本当にこのジェラートがどの味食べても美味しくて、なんか味もね本当ちょうどいくてめっちゃ大好きです。ここに来たらまずこのジェラートでこうお腹を準備してビュッフェに臨むというのが定番になってます。ここでワゴンサービス、冷たいお野菜とかフォアグラとかが回ってまいりました。こんな感じになっていて、どれをいくつっていうとお皿に持ってくれます。ここでお席でオーダーしたパスタがやってまいりました。こちらボロネーゼと、シラスのアリオオーリオ、それから先ほどのワゴンサービスでスティック野菜をお願いしました。あとねトマトのスープですね。それでは鉄板焼きのお肉いきたいと思います。ちょうどいい2切れなのでビュッフェでもちょうどいいサイズ感で出てきてくれました。焼き加減もちょうどよくて柔らかくて臭みもないお肉です。でこうお塩とかつけるとねまた味が変わって楽しめます。お次はホタテいきたいと思います。ちょっと個人的にはこの貝柱だけがよくて周りがついてない方がいいのですが、ついてたので一緒にいただきたいと思います。そしてこちらの桃のポタージュはなんかベースはビシソワーズみたいな感じに桃が香る感じになってます。そしてこちらのスティック野菜はマヨネーズでいただきます。彩りが綺麗なので楽しい、食べるのも楽しいです。香辛大根とパプリカ、人参、インゲン、オクラ、ミニトマトが入ってます。そしてこちらのトマトのスープは冷たいスープになりますが、結構あっさり、割と薄味なあっさり系のトマト感もそれほど強くないスープになってます。全貌はこんな感じになってめっちゃパーティーみたいになってますが、お次はシェフからの贈り物のアユのフリットをいただきたいと思います。
アユはすごい小さいサイズですけども、フライにしてサクッとしててね、美味しいです。そしてこちらの、なんだろうこれ、下の赤いやつ、これはなんか甘酢な感じで、個人的には好きな味付けでした。いかがでしたか？今日はグランドプリンス新高輪スロープサイドダイナーザクロのランチビュッフェの様子をご紹介いたしました。こんな感じで品数も多いので、めっちゃおすすめになってます。食べ物の続きはまた後編でお伝えしたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。